うございます、かっこいいギタリスト竹下敦史です、昨日のね夜から、禁じられた遊びを練習し始めたんですが、やはり難しい部分は正直難しいです、ちょっとどこまでできたかお聞かせいたしますね。はい、というのが一曲、できるだけスローなテンポでねつながれば、曲は一つとして完成なんですが、これはやはりねイエペスさんのように弾くのは非常に難しい、特に一番まあ難しいとされているのは制覇してこのこの部分なんですが、私にとってはそれほど難しくないんですが、これを本番でやろう、一発で決めようと思うとやはりそれは難しい。やっぱりね、ギターっていうのは奥が深いですね。本当に音楽は日々勉強です。それでは、今日はね、髪の毛をちょっとカットしに行ってまいりたいと思います。それではかっこいい大人竹下敦史でした。